シメオン・メタフラストは、十巻に及ぶ中世ギリシャのガツカ、兵の著者であり、また、聖人の伝承の修正を行った人物。十世紀後半の人物であると推定されている。聖教会で聖人。シメオン・メタフラストは、ビザンティンの聖人研究者の中で最もよく知られた人物である。学会は、メタフラストの生きていた時期について、九世紀から十四世紀の 間で大きく意見が分かれていたが、今日では大体10世紀後半に生きていたであろうということに落ち着いている。他にメタフラストの執筆によるとされる成人たちの生涯について大きな論点があったが、これはギリシャのガツカヘの比較研究によって解決されている。メタフラストによるガツカヘは1年の12ヶ月分の成人の生涯の修正であり、 類似したものの中でも認識が容易であり、150の別々の断片からなっている。これらの中にはより古い修正から取られたものもあれば、後に付け加えられたものもある。他に、シメオンメタフラストの作と伝えられるものとして、年代記、カノンの修正、手紙、詩、他多くのあまり重要でない著作がある。彼の名は特にがツカへで、広く知られるようになった。 メタフラスト本人の生涯の詳細については、あまりよくわかっていない。聖教会は彼を聖人として数形している。記憶日は11月9日。直で用いられるが使うように、メタフラストへの数形が含まれている。他にも多くの聖教会の方針例における、祈祷文が彼の策に返せられている。日本聖教会で用いられている両性あず備え規定、両性感謝祝文にも、 メタフラストによる非等分が含まれている。ありがとうございます。